はいどうもこんにちは。デラックス10のカラーリスト木田です。デラックス10のスタイリスト山本です。デラックス10の前方です。お願いします。お願いします。今日はですね、クリスマスに向けてのカラー、彼女ができるカラーっていうのを今からやっていこうかって感じで、アッシュシルバーっていう色を、どんな色かって言ったら、見たら一瞬で恋に落ちるカラーっていう感じでやっていきます。冬ってやっぱ雪なんで、まあ、雪っぽいちょっと寒いような感じの寒色系のカラーで染めていきます。染めていく、はい、ではちょっとカラーで作ってきたんで、ちょっと今から塗っていきます。では塗っていきます。マイ君はこの根元が今ちょっと黒いんで、若干根元を外しながら塗っていきます。なんでですか？根元塗っちゃうとね、根元も上がって茶色くなってしまうんで、それは避けたいんで、ちょっと塗るときに気をつけてることなんかは何かありますか？優しく塗ってあげることですね。雑にベタベタ塗らずに、丁寧にたっちゃんみたいにな優しく塗るのがポイントですね。なるほど。じゃあちょっと今から流していきますね。これは乳化作業っていうのをやってるんですけど、カラーの馴染みを良くするために、しっかりとカラー剤を髪の毛に浸透させていきます。お疲れ様です。まあこんな感じでいい感じに染まってくれました。今回のテーマとしてはアッシュシルバーって感じで、今最近履いていったらソーマンの三ツ矢をイメージしてカラーリングさせていただきました。乾燥タッチャの方がちょっとめちゃめちゃいい色ですね。はい、これはモテる。これはもうクリスマスにね、彼女作れますね。大体2週間後ぐらいに色落ちしてきて、グレーとかホワイト系の色落ちがきれいみたいなので、黄ばみもなくきれいになってくると思うんで、彼女できて色落ちも一緒に彼女と楽しむっていう感じのカラーです。ってことで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと細めの感じで、量は普通の王道的な感じでやっていきます。